皆さんおはようございます。小鳥です。今日はコメントとかで自己紹介してくださいっていうのがあったので、自己紹介をしながら料理をしていきたいと思います。はい、ということで早速、名前は小鳥です。そのままですが、小鳥ちゃんとか小鳥とかって呼ばれることが多いです。誕生日は7月3日です。トム・クルーズさんとナイナイの岡村さんと一緒です。七味唐辛子の日って覚えてください。七味で7月3日です。はい、どんどんいきます。姉妹に私双子の姉がいて、そう、双子の妹なんですよ私。でも全然似てない、二卵性の双子なんで双子っぽくはないんだけど、で血液型が A 型です。ママが AB 型で、お姉ちゃんが B 型で、私が A 型って感じで、なんか綺麗に分かれたんだよね。なので私は AB 型の血が入ってる A 型なんで、そんなこのなんかフライパンから溢れる塩コショウを見れば分かると思うけど、全然几帳面じゃなくて A 型っぽくないんだけど、一応 A 型です。好きな食べ物はスイカとレバ刺しとグミです。あともちもちしたものが全般的に好きです。例えばタピオカとか、あの雪見大福のあとか、そうフルーツ大福とかが好きです。私この世で一番美味しいレバ刺しのお店を知ってるんだけど、今新潟帰ってきてで行けてないので、ちょっと禁断症状が出始めてきました。早く東京行きたいです。逆に苦手な食べ物はあん肝と角煮とかのなんか脂っこいお肉があんまりね好きじゃないです。これはまあ昔からなんとなく受け付けない感じで、特に理由とかはないんだけど、多分胃もたれをしそうなものが全般的に苦手です。特技はね、道を覚えるのが早いことです。まあ、方向感覚はあんまりないんだけど、昔から車に乗っている時は全く寝ないで外ばっかり眺めてる子供だったって親が言ってました。ので特技は道を覚えるのが早いこと。趣味はカラオケとサウナと車の運転をすることです。今年はねソロサウナに挑戦してみたいなって思ってます。前にね仕事で毎週運転できてたからよかったんだけど、今仕事辞めちゃってそれがなくなったので、あの適当にラジオ聞きながら車走らせてドライブするのが好きな時間です。次、好きなことは料理です。なんかさ、例えばシンプルなさ目玉焼きとかだったとしても、絶対一番美味しい瞬間ってあるじゃん。そのタイミングを見逃さないぞっていう強い気持ちを持って一応料理をしてます。これもまあ特技って言えば特技かもしれないんだけど、私写真を見たらね、その料理の味が大体わかるんだよね。わかるし、なんか食べた気になれるっていうのが特技なのかな。インスタとかで行きたいお店調べたりしながら、ちょっとだけなんかお腹いっぱいになったりとかします。まあ、それつながりで、私お店調べるのが好きで、よく人から例えば渋谷のおすすめのお店教えてとかって言われることが多くて、歩く食べログとかって呼ばれてたりしてました。撮ってほしいんだけど、使うか、違うめっちゃいいやつ。小さいやつ、でかいやつがいいと思う。そう、はい、ありがとう。私の愛用スプーンで、はい、スプーンが届いたところで自己紹介の続きをしていきたいと思います。好きな色は緑です。なんかマイナスイオンが出てる感じがしてリラックスができるからです。この納豆が一番美味しくない？
香水はアルマーニのシーってシリーズのオールドパルファンっていうのを5年間つけ続けてます。この匂いがお気に入りすぎて気づいたら5年間ずっと同じのを使ってました。次は元気な時の私の1日のタイムスケジュールを紹介します。朝は6時に起きます。そして音楽を聴きながらお散歩します。で帰ってきたら食パンとスクランブルエッグとコーヒーとかの朝ごはんを食べて、まあ掃除とか洗濯物とか回してお昼になって、仕事があった時は仕事をして夜ご飯を食べて10時には寝るっていう感じの生活だったんですけど、最近のね悩みでね、朝ごはんを食べた後の眠気が本当にすごくてもう止められないんだよね。だからこの朝ごはん食べた後も結局2時間くらいお昼寝っていうかしちゃったんだけど、なんで最近こんな眠いんだろう。みんなはありませんか、こういう、そう眠気が取れないっていうのが最近の悩み。私髪の毛伸ばしてたんですけど、去年の年末になんか衝動的にバッサリと切ってしまって、今また1年かけて伸ばし中です。私衝動的に何かをするってことが多すぎて、行動を起こし終わった後にまあなんとかなるでしょって考えるタイプなんだと思う。なんか自己紹介ってさ改めてすることないから何話せばいいか分かんなくて、ちょっとネットから引っ張ってきた項目にいくつか答えてみたんですけど、こんな感じで私のことは分かったかな大体。とりあえず今年の目標はいろんな人に私の存在を知ってもらうことです。 TikTok とか Instagram とかもあるのでぜひフォローをお願いします。やってほしい企画などがあればコメントで教えてもらえると嬉しいです。 YouTube ではねこういうまあどうでもいい日常を配信していけたらって思うんですけど、穏やかな気持ちになってもらえたら嬉しいです。今日ソーセージ焼いたんですけど、私ソーセージ普段食べなくてあんまり好きじゃないので双子にあげました。今日は和食の気分だったんでザ和定食的な朝食を作りました。ぜひまた見てください。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。